にとって留学はサバイバルです。教育学部学校教育教員養成課程4年、斉藤亮です。イタリアにあるカターニア大学に長期留学していました。4年生になったタイミングで弘前大学とカターニア大学が協定を結んだことが僕のきっかけです。中学校の頃からイタリアに憧れがあったためカターニア大学に留学しました。多分イタリア人って聞くと、まあ、2種類ぐらい思いつくのかなって自分は思ってて、北イタリアとかのなんかこうおしゃれな感じと南イタリアの陽気な感じっていうと、すごく陽気な感じで助けてくれる人が多いんだけど、適当な人もすごく多くって、なんか日本のその価値観とかでこう手続きをすぐやってくれるだろうとかっていうのでいけば、まあ、全然困ると思います。カターニアはすごく天気が良くて、あと海も近いので散歩もすごく楽しかったですね。僕毎朝散歩してました。活気がある街でした。海鮮市場すごい盛んで、シジミ結構多かったんですよ。僕なんかそのボンゴリビアンコを作りたくて、パスタめちゃくちゃ安いんですよ。トマト缶もすごく安いし、オリーブオイルも安いんですよ。トマト缶とか30円ぐらい、パスタも 500g で80円とか。カターニアは馬肉が有名なんですよ結構。なので一回馬肉食べたんですけど、結構美味しかったので馬肉とかも結構いいかもしれない。カターニア大学は昔の修道院を修理して作っているところなので、とても綺麗な校舎で、日本の大学にはない感じ、神秘的で毎日行くのが楽しみでした。日本人留学生とか日本人がいなかったので、最初はすごくホームシックになったりとか、現地に馴染むためにどうすればいいのかなっていうことを聞く人がいなかったので、そこはすごく、苦労しました。担当の先生が、エレオノーラ先生という方がすごく親身になってとても助けていただきました。年末年始お休みの期間があって、そこではほぼイタリア語あんまり喋らなかったんですけど、開けた時に全然喋れなくなってたので、まあ、英語も何でもそうだと思いますけど、毎日毎日続けることっていうのが本当に大事なんだって思いました。僕のいるところは日本人がいなくてっていうところで、すごく家族に精神的な支えをもらっていたので、家事をやるようになりましたね。家族を大切にしたいとかっていうのが増えました。僕はそうですね、なんか何かを成し遂げようと思って留学に行かなくても僕はいいかなと思ってます。なんか不純な動機だったりとか、かっこいいなとか、そういう理由で行っても僕はいいんじゃないかなって思います。絶対得るものはあると思います。